皆さんこんにちは。ありがとう日本、マジックでございます。今回のお話は縄文時代が教科書から消えたというお話です。四半世紀前になるんですけども、1998年に学習指導要項で縄文時代というのが教科書から消えました。基本的にですね、歴史の教科書から消えたって皆さん思ってらっしゃるんですけれども、そうではなくて、我が国の歴史教科書と皆さんが思ってらっしゃるのは社会科なんですね。これは昭和22年に、当時の文部省が我が国における歴史教育の廃止を言っておりまして、でそれに代わって登場したのが社会科なんです。で社会科の中の歴史的分野、あるいは地理的分野、あるいは公民的分野といったように、社会科の中でいくつか分野が分かれているんですけども、この中の社会科の歴史的分野の中において、縄文時代という時代区分が消えた。消えた理由というのは明らかになっていません。ただ、縄文時代というものに対する認識が、近隣諸国に配慮したものになった。つまり、我が国が縄文時代に縄文文明と呼べるような、大変に高度な文明社会というものを築いていたといったようなことがだんだん明らかになるにつれて、そもそも縄文時代は存在していなかったんだっていうことを、なんと当時の文部科学省が決めたということですね。でただこれにつきましては、もうあっちこっちから大クレームが入りまして、何を考えてんだと、縄文時代というのは俺たち学校で習ったぜって、まあ、戦後生まれの皆さん方は縄文時代という時代区分を学校で習ってるわけですから、それが消えてるというのはこれおかしいだろうといったような話になりまして、今ではまた復活をしています。まあ、よかったなというふうに思う次第です。で問題はですね、縄文時代っていうものがなぜ消えたのかということについて、理由はわからないということを申し上げたんですが、そもそも縄文時代という時代区分、これは戦前戦中まで我が国には存在しなかった時代区分になります。我が国の国史といいますけれども、我が国の歴史っていうのは初代神武天皇から始まる。で初代神武天皇よりも前の時代は神代、あるいは神代といいまして、神々の時代なんだというのが基本的な戦前戦中までの我が国の歴史認識であったわけですね。でその神々の時代から神武天皇が最初の天皇となられて、そこから皇国がずっと続いてるんですよと、万世一系で続いてるんですよという、この教育がされていた。これについて GHQ が皇国史観といいますけれども、我が国の神話を教えるという教育はやってはなんねえぞっていうお触れを昭和20年の12月に出しまして、でこれに基づいて、じゃあ学校の教科書は歴史ではなくて社会科にしましょう。で社会科っていうのは社会人としての常識を教える学問ですから、だから社会人の中で常識となっていないようなことについて教える必要がない。そうは言っても古代大和朝廷よりも前の時代っていうものがあったことはこれ事実なんで、じゃあどのように記載しましょうかということになって、それだったら縄文式土器、弥生式土器という土器の分類があるじゃないかということになりまして、弥生時代、縄文時代という時代区分がこれは戦後に誕生しています。ところが当初は弥生時代っていうのが大体2世紀ぐらい、縄文時代っていうのはせいぜい、遡っても紀元前10世紀ぐらいまでの時代しかなかったんであろうというふうに言われていたものが、紀元前10世紀ってことは今から3000年前ですね、それぐらいまでしか遡れないだろうと思われていたものが、いきなり昭和22年になりますけれども3万年前の石器が発見されちゃった。でこの3万年前の石器っていうのは人が加工した、魔性石器ですとか、あるいは惰性石器といういろんな言い方あるんですけども、惰性石器であったとしても人が石を加工したことはもう間違いないわけですよね。で人が石を加工して道具として用いるようになるのが、これが世界の一般的な分類基準では新石器時代ということになる。そして人類の文明というのは新石器時代から始まったということになる。いやこれはまずい時代になってしまったということになりまして、旧石器時代、新石器時代という時代区分は学校で教えられなくなって、で旧石器時代から何やら突然縄文時代が始まるような形になっていった。でこれで、なんとか日本が世界で最も古い歴史を持った民族であるなんていう話はされずに済むようになるかなと思っていたら、なんと縄文式土器、
最古の縄文式土器が青森県の大台山本一遺跡で発見されまして、これが年代測定してみたら、なんと今から1万6500年前、3000年前どころか1万6500年前、一気に1万3000年も歴史が遡ってしまった。世界の新石器文明は今から8000年前から始まったとされていますから、それよりも古い時代に我が国では大変に高度な文明が発達していたんだということが具体的な証拠として出てきちゃったわけです。でも学校の教科書はあくまでも縄文人というのはひげもじゃで鹿の毛皮を着て石斧を持ってうほとやっていた、言葉も持たないようなそういう状態だったんだというふうにしてきた。してきたんですが、ところが次から次へと縄文式土器の発掘が進んでいく中で、大変に高度な文明文化が営まれていたに違いないということが徐々に明らかになってくる。とにかく戦後ですね、何が活気づいたって考古学会がめちゃめちゃ活気づいたんです。なぜかというと、戦前戦中までの考古学会っていうのはいろんな発掘が行われたとしても、でもそれは3000年よりも前の時代、神武天皇よりも前の時代というのは神代ですから、神々の時代ですから、神々の時代の遺物を発見して、いやこういう素晴らしい土偶があったんですなんて言うもんなら、お前は我が国の歴史を否定するのかと言って考古学の先生方怒られたんです世の中から浮いてしまったんです。だからまともな研究ができなかった。それが戦後まさににわかに活気づいて、考古学的なさまざまな発見というものが相次ぐという格好になってきたという状況が続くわけですね。でそういう中でだいぶその縄文時代っていうのが分が悪くなってきてしまった、まあ、一部の学会の、まあ、進歩的な歴史学者の先生、まあ、進歩的という言い方されるんですけども、この先生方がじゃあもう縄文時代自体を教科書から消してしまえばいいじゃないか、なかったことにすればいいじゃないかみたいな話になって、なんと時は1998年、学習指導要項に基づいて縄文時代が教科書から消えるという事態が起こるわけです。でことここに至った時に、おかしいと、我が国のその社会科であるにせよ何にせよ、少なくとも歴史という名前がついている以上、子どもたちに誇りの持てる歴史っていうものをちゃんと教えていくことが、これが本来の教育者の務めではないかということで、歴史教科書そのものを見直そうじゃないかという民間分野での運動が始まります。まあ、この中の代表的なものが新しい歴史教科書を作る会という会であったわけですね。でこの会では大学の先生方が集まって、本当の日本の歴史、まさに誇りある日本の歴史っていうものを、これを教科書にしていこうということで、いろいろと運動していくんですけれども、ところがいざ出来上がった教科書がなかなか文科省の検定で OK にならないということがもう何度もあって、でそれをやっとのことで押して、教科書として採択が決まったっていうのが、まあ、運動スタートしてからもうすでに十数年経過していた時点だといったような形になっていきます。まあ、それでも教科書として検定パスしても、なかなか今度は学校側で使ってもらえない。どちらかというと反日的な教科書はすぐに採用が決まるのに対して、本当に日本人というのはすごい民族なんだよ、自分たちは本当に誇りを持っていいんだよ、そういう歴史があるんだよといったようなことを教えようとする教科書は全く相手にされないといったようなことが、残念ながら今日もまだ続いているといったような状況にあります。でもそれでもよく言われるんですけどね、嘘は100回過ぎたら本当になる、まあ、みたいなことを言う方おいでになりますけども、そんなことはないです。嘘は100回つこうが1000回つこうが1万回つこうが、嘘は嘘です。嘘はいずれバレるということで、日本の教育というものは今本当に大きく変わろうとしている。でまた縄文時代についての認識も根底から今改められようとしているということで、我々は本当の、まあ、真実のと言っていいのかどうか分かりませんけれども、ちゃんとした歴史というものを改めて再発見することで、日本人は改めて目覚めて人類史において偉大な功績を成す、そのような状態に間違いなくなっていくということが言えると思います。それはなぜかといえば、我々のご先祖が子供たちや孫たちのために本当に誠心誠意活動してくださった、生きていてくださった、そういう愛情あふれる歴史というものがもう本当に万年の単位からずっと繰り返されてきた。1万年前のじいちゃんばあちゃんも、2万年前のじいちゃんばあちゃんも、3万年前のじいちゃんばあちゃんも、
そして今生きているじいちゃんばあちゃんも子供たちや孫たちを可愛いと思う気持ちはこれは全く変わっていない。その愛情の連鎖の果てに今我々の命があります。我々もまた子供たちや孫たちのために誇りある日本の歴史をしっかりと残していきたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。ありがとう日本。和塾でございました。